原子力資料情報室新刊パンフレット原発と気候危機。地球の温暖化は気候を大きく変化させ、海面水位上昇、干ばつ、豪雨、食料生産への悪影響などをもたらし、人類の生命を脅かすと言われています。問題解決に時間的猶予はありません。日本が目指すのは2050年カーボンニュートラル社会。化石燃料の使用を減らし、CO2 を出さない電気を使う。火力発電から自然エネルギーと原子力発電へ。でもちょっと待って。発電時に CO2 を出さないから原発は地球に優しいって本当？自然エネルギーはコストが高いって本当？安全審査に合格した原発はもう事故を起こさないって本当？温暖化問題解決のために原子力発電に期待していいの？原子力資料情報室がこれらの疑問に答えます。原子力資料情報室新刊パンフレット原発と気候危機。見やすい図表と優しい文章で丁寧に解説しました。対象は高校生から大人まで。 CNIC の本屋さんまたは全国の書店でお買い求めください。